はい、ポンコツです。今回はですね、サウジアラビアの図書館に行きたいと思うんですけれども、営業時間がなぜか夜の9時からなので、今8時ですね。とりあえず腹ごしらえをしにタイ料理屋さんに来ております。で、今日はお昼にカップラーメンを食べたぐらいなので、ちょっと夜は豪華に行きたいと思います。で、まあトムヤン君とかパッタイとかがあったので、まあちょっと王道なんですけど、これを頼みました。はい、シーフードチャーハンです。で、これだけだと健康に良くないので、はい、空心菜です。なので、ちょっとまあタイ料理屋なんですけれども、完全にチャーハンと空心菜ということで、すみません、中華を頼んでしまいました。気になるお値段が、チャーハンが600円とかで、空心菜が600円とかなんで、まあ1200円ぐらいです。で、ここからはあの図書館の方に向かいます。で、銃を持ったセキュリティを2つぐらい抜けてですね、ようやく到着いたしました。で、今だいたい夜の9時半ぐらいなんですけど、まあ、この中にはですね、図書館もあれば映画館、博物館もあるということで、まあ、かなり文化的な総合センターになっています。ちょっと完全に場違いな感じはするんですけれども、まあ、とりあえず図書館の方に向けていきます。こちらが図書館に向かうエスカレーターですね。で、2階から5階までが図書館となってまして、で、その中には本が27万冊貯蔵されているということで、かなり大きいです。で、アラビア語だけでなくて、まあ、英語の本も取り揃えているという感じですね。で、夜10時ということもあってですね、正直人はそんなにいなかったです。あの、こういったスペースを確保してですね、まあ、自分の勉強をしていくというような感じですね。で、まあ、振り返るとこんな感じですね。昔僕がよく行ってたその日比谷の図書館なんかと比べると、まあ、こっちの方がかなり綺麗かなと思います。で、図書館の人もすごい親切で、僕はもう一人でアラビア語勉強してると、いろいろこう本とか山ほど持ってきてくれて、で、僕もこう分からないから教えてくれとかっていう会話をすると、なぜか最終的に、まあ、困ってんだったらということで電話番号を教えてもらいました。で、夜の11時半にもなると、まあ、かなり人が減ってきてですね、こういう図書館の中散歩してても全然人がいなくなります。結構なんか007みたいな感じですね、64ので。007といえばやっぱりトイレっていうことで、トイレの中はこんな感じですね。で、トイレットペーパー自体はシングルなんですけど、まあ、こうやって巻くとダブルになる画期的な発明がされてます。で、まあ、いかにもこうちょっと中東っていう感じの本を見つけたので撮ってみました。これちょっとカメラだと分かりにくいんですけど、実際すごいピカピカします。めちゃくちゃ高そうでした。で、12時まで勉強して帰りますと。で、営業時間は夜の2時までなので、まあ、12時過ぎてもこうやって来る人もいます。